はい。おはようございます。えー、台風も開けてですね、快晴です。はい。えー、実はですね、メインチャンネルの方は、っくの前に10万人を超えていたんですけれども、あのー、シルバーの盾ね、えー、全然、あのー、来なかったんで、もう僕の方が YouTube に問い合わせをしました。そしたら、あのー、すぐ送ってくれたんで、これね、本当はメインチャンネルで公開するような動画なんですけれども、なんかね、 ちょっとね、僕は天の尺なんで、あえてメインチャンネルでは開封動画を作らないというね、<laughs> 本当にね、あの、YouTuber としてあるまじき為をしますけれども、サブチャンネルでね、もうチラッとね、チラッとでいいでしょう。はい。こんな感じ。はい。森本モータース、シルバーの盾来ました。ということですね。まあ、これは、これはですね、えー、っと、事務所に飾って、えー、いつも来てくれるお客さんにも、も ちょっとねどやっていう感じで自慢しようと思いますんで <laughs> そのための盾です <laughs> まあねこれ盾あったからといってね何もなんないんですけれどもまあねちょっとねあのな、ー、じみのお客さんに自慢するために、えー、とこの盾ゲットしたみたいなもんですはいこんな感じですまあ内容物はまあこうねもうなんて書いてかるか紙ペラが3枚これ名刺名刺じゃないなコングラチュレーション大はサブク,リクライバー もうわけ読めない <laughs> で。これは <laughs>、えっと、なんかね、YouTube の CEO さんからのメッセージです。またね、翻訳し思うかな。で、縦があるだけですね。で、この縦のスタンドがないんで、ちょっとね、スタンドを、うーんと、買わなきゃいけないかな。これちょっと大きいんでね、これを立てるためのスタンドを、ちょっとね、割と分厚いんですよ。 結構分厚いんで、ちょっと縦を置くためのスタンドが必要ですね、これは。はい、というわけで、えー、ちょっとね、ものすごい雑な <laughs>、YouTuber として、あの、かなり雑な縦の開封動画やりましたけれども、まあ、ね、僕にとっては縦は割とどうでもいい感じなんで、もうこんな感じにしておきます。はい、まあね、もちろんね、あの、10万人見てくださったという、この皆さんには感謝なんですけれども、縦はね、所詮あの、形ですから、 こ,こんなものよりね、あのー、皆さん見てもらうということの方が大事ですんで。はい。まあ、そういうことで、ええー、まあ一応ね、報告だ、報告までということです。はい。というわけで、ええー、今日はですね、作業的にはですね、僕の、オッティ君がですね、ちょっとね、ちょっと不具合があるんですよ。車検の動画上げたんですけれども、あれが終わった後、ちょっと車検とはかん関係ないことないんですけれども、その後で、あのー、ちょっとね、壊れた部分がありまして、 それをですね、ちょっと直していくんですけれども、この修理も、うん、メインチャンネルの方でやろうかなと思います、なんで、サブチャンでは触りだけ、えー、ちょっとね、やっておきたいと思います、はい、ますすはえー、とですね、先ほど和子さんが来て、ですねこれ、えー、エアーキャタライザーミストっていう、この車内の、えー、抗菌消臭のスプレーですね、これをですね、ちょっと紹介されたんで、購入してみました。 ま、あこれはですね、あの、スプレー、え、するだけで、車内が抗菌、消臭できるということで、あの、これをちょっとね、オッティに、試しに使っていきたいと思います。ちょっとね、オッティも、なんかね、ちょっとね、匂いがするかなっていう感じだったんで、ま、あこれ、え、効能が良ければですね、他の台車にも使えるし、ま、お客さんにもね、もし、え、やってほしいんだっていう人がいれば、これ、進められますので、まずは僕は実験台としてね、やっていきたいと思います。で、 これ1本で3台分かな、まあ、これ業務用って書いてあるんで、これ一般には売られてないのかなちょっとわかんないんですけれども。で、とりあえずまあ1台、今ね、やりました。施工する場所はこのシートとか、この天井とかね、この布の部分。あとこのフロアとかね、えー、布の部分につけるという感じですね。で、これでまあ吹いておけば、結構ね、長,長期間消臭できるということで。 またこれもですね、えー、っと経過観察してですね、まあ、その後どうなんだというのもですねまた報告したいと思いますあのオッティの件なんですけれどもメインチャンネルで紹介しようかなと思ったんですが思ったより軽症だったんでもうねサブチャンで紹介していきますあのこれね切り替えレバーが動かなかったんですよこのデフロースターの部分にでなんでかなと思ったらなぜかリンク リンクが一部外れていました。なんで、あの、工具とか一切使わずにリンクをぐっと戻したら、もうね、動きました。なんで外れたんだろううん。なんか、ちょっとね、原因がわかんないんですよね。な、何かが引っかかってたのかなもう、まあ、ちょっとよくわかんないんですけれども、まあ治ったから、まあいいかなって感じですね。<laughs> はいえー、オッティの整備が終わったんで、ちょっとね、オッティを使って、このクリップ外しの、えー、使い方の説明をしていきたいと思います。これはちょっとね、質問フォームにいただいたんで、ここでお答えしていきたいと思います。で僕が使っているクリップ外しは、この2種類ですね、このてこの原理で取り外しする、このタイプと、この挟む力で取り外しをする、このタイプ。 この2種類を主に使っています、まあ、それぞれですねちょっと簡単ですけれども説明していきたいと思います、えー、それでは今回はこの、まあ、日産でよく使われているクリップですねこれを使って解説をしていきたいと思います、まあ、基本的にクリップっていうのはこのね真ん中これ真ん中丸になってますよねこここれを引き起こせば取り外しができるんですねなので、えー、これを使ってこうねこう2つに分かれている これを使って取り外しをするときは、まあ僕だったら、こういったね、こういう、この隙間この隙間に入れ込んで、そしたら隙間が、こう隙間に入れ込むと真ん中が浮き上がるんですね。で、この浮き上がったときに、この両方で挟む、こうね、挟む。こんな感じ見えるかな伝わるかなこれね、やっぱりね、ちょっと実際やって <laughs>、やらないと分かりにくいんですけれども、こう二つで、二股で、 挟み込んで真ん中をで引き上げるはいこんな感じですねはい横から見るとこんな感じですねこうやって真ん中を引き起こしてこうやってね引き起こしてこう二股にして挟んで引き上げるこんな感じですちょっとね伝わりにくいんですけれどもまあこれが一つ方法としてありますでもう一個のこの、えー、プライヤーみたいな形のやつはですねこれは この口の先端がちょっと特殊な形をしておりますのでこの、ね、形状を利用しますこの形状を利用してこのように隙間を使ってよいしょ、ほらこれで挟み込むとで引き上げるはい、こんな感じですねなのでこっちの方が力加えやすいですでしかもこのプライヤータイプだとこうね、縦にアプローチできるんですよねこう縦にしてはい でできるんでちょっと、ね、狭い場所にあるクリップも結構、ね、簡単に外せることができるんですねなんで僕はこっち使うんだったらこっちの方が便利だなと思いますあの、まあ、もちろん、ね、こっちも使えないことないんですけれども結局これフル,フルスペースがいるんですよこう、ね、フルスペースがいるんでどうも、ねちょっとね、使える場所が限られてくるんで僕は割とこれを使っています っていいうう説明ででよろしいでしょうかちょっとね、なかなか、ね、伝わりにくいんですよね、実際ね、まあ、実際ねこう買ってみて使ってみるといいと思います、そうしたらわか,かりやすいと思います、でこのクリップも、ね、メーカーとかによって微妙に違ってくるんで、まあくまで今回は日産こう、日産のやつは比較的取りやすいんで、ちょっとね、簡単なんですけれども、ここがね、こう真ん中、ネジ十字のネジがき、十字のプラスが切ってあって、こう。 ドライバーで緩めるタイプもありますので一概に、ね、全部これとは限らないんですけれども、まあ、大体クリップ外しの使い方はこんな感じということになります、はい、というわけでオッティあのちょっと、ね、細かい作業残ってたんですけれども無事終えることができました、まあ、これで、ね、あの車検すっきり受けにいけると思います、えー、あとです、ね、ちょっと、ね、細かい作業もあったんですけれどもそれは明日の Vlog で紹介していきたいと思います、はい、あちょっとね 天気が悪くなってきましたね。はい、えー、時間もまだ４時前ですけれども、えー、今日のブリュグは以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。また次のブリュグでお会いしましょう。さよなら。